小坂鉱山は、秋田県カズ郡小坂町にあった鉱山である。旧小坂鉱山病院記念旨高楽館1861年に、金、銀の鉱山として開発が始まる。1869年、森岡藩直営から、明治政府の官営施設になり、1884年には、富士匠に払い下げられた。1901年には、銀の生産鉱が、 日本一の鉱山となる。やがて精錬技術が向上すると黒鉱から取れる銅や亜鉛、鉛の生産が主体となった。労働者を集めるために山の中にアパート、劇場、病院、鉄道等の近代的なインフラ整備が進められたのもこの頃である。1902年以降、鉱山の塩害が深刻化。1967年まで続いた被害は、 国有林分だけでも5万ヘクタール以上に及んだ。森林を回復させるために塩害に強く痩せた土地でも生育するニセアカシアの植林が行われ、植栽面積は1964年までに570ヘクタールに及んだ。各してニセアカシアは小坂町の花となり、1984年からはアカシア祭りが行われるようになった。1905年には、 旧小坂鉱山事務所、1910年には、芝居小屋の降楽館が竣工する。第二次世界大戦直後には、資源の枯渇等を理由に採掘が中断されたが、1960年代に入り、新鉱脈が発見されると採掘が再開。1990年まで存続した。童話工業小坂労働組合は、1957年6月、 全日本金属鉱山道道組合連合会の中央指令を無視してストライキから脱落。翌年8月31日には組合の大会で測った上で連合会からの脱退している。当時の組合員は1600人。もとは精錬施設の一部で亜鉛精錬の残砂をリサイクルしていたが2000年代以降都市鉱山が注目を浴びるようになると120億円を 投じてリサイクル施設を整備。金、銀、銅のほかレアメタルを含む20種類以上の金属を再生利用できるようになった。明治末期に洋風建築で作られた小坂鉱山事務所は国の重要文化財として町が管理、公開している。鉱山跡地は童話エコシステム及び関連会社のグリーンフィル小坂が首都圏のゴミの 焼却灰の最終処分場に活用しているが、2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所事故によって拡散した放射性セシウムが含まれた焼却灰が埋め立て処分されているのが7月になって判明した。特に松戸市から搬入されグリーンフィル小坂が埋め立て処分した箇所からの放流水と排水予定から放射性セシウムが 長期にわたって検出されている。ありがとうございます。